皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今回は静岡県の学校情報として静岡県立伊豆総合高校を紹介します。伊豆総合高校、科は2つあります。総合学科と工業科です。総合学科定員は80名で、今年3月の入試の倍率は 0.96 倍でした。興味関心のある分野、力をつけたい教科、これを重点的に、学習できるのが特徴です。ちなみに選択科目、1年の時には週に2時間ですが、2年になると12時間、3年生になると選択科目、20次元週にあります。そしてこの学校、地域をテーマとした学習を行う、こういう特徴もあります。で、工業科ですね、定員40名で、今年の入試の倍率 1.40 倍でした。人気がありました。工業科では1年次は工業科共通の、専門科目、これを学習するんですけれど、2年次から3つに分かれます。2年次からは機械工学類型、電気電子類型、そして建築デザイン類型、これ3つに分かれます。ちなみに進路なんですけれど、進路、総合学科の方の進路ですね、こちらは4年生大学進学が 34%、そして短大が 5%、 専門学校こちらが 37%、 就職は 21%、 このようになっています。で、工業科の方の進路は4年生大学 12%、 専門学校が 17%、 就職は 68%、 このような割合です。今回は静岡県立伊豆総合高校を紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。